間に次に空港近くに次に向かっています。釣れるかは工事にかかってます。なんか言え。一応ルアーで釣れるかどうか試してみるだけやけど、保険かけちゃう。釣れたらいいかなと。本当は釣れんと嫌なタイプです。ルアーしか持ってない。ルアーしか持ってないらしい。海が見えてきた。それな、針？ブラックリっていうの、うん、っていう仕掛けで、これがワーム餌みたいなの。うん、疑似餌ね。追いつけるやろ。ブスッとこう突き抜けて手に刺さる。でこいつを上までこうキューッと手に刺さるやつ。キューッとこうやってこうやってすごい渋いサウナ。こけるかも。こっちにも来てる。今度はジグサビキってやつでやるらしいです。早せえや。舐める意味ある？高いのに。は？それは差し込めよ。は？嘘やろ。よし来た。真面目に言うたん。よし来た。よし来た。なんかいっぱい入ってる。こういうのをいろいろ買ってみたい。なんでそれに入れたの？ん？別の容器入れたの？うん、この中入れたの。こんなに買っとったの？うん、めちゃめちゃ買っとうぞ、こいつ。で、これをダイソーでサビキ6号でね。今、6号なんだけど、なくなった時に買うんだけど、これを竿につけて、竿につけて。なくなるけいっぱい入っとん。うん、2セット入ってる。いっぱいでもねえな。ここにこうやって。怪しいやん。ここにこう。何をしよう。いや、投げた時飛んでって重りがかかるやん。重みが、そしたら外れる場合があるね。だからちょっと感度くん。なんか2個ついとる。これにしよう。これいってみよう。うん、この先にこれをつける。こいつは何なの？サビキ。これも狩りな。みんなが今しよるの。あれは下に餌がついちゃうよ。カゴがついちゃうよ。これの下にカゴついちゃう。なんかカゴ投げよ。なお、この下にこれをつける。なんでこれ？これは何なの？これは疑似餌。これを泳がすんよ。で、これが魚と思って寄ってくるやつを、またここ飛んでってなくなってしまうといけんから。それは何や？こう爪を一応噛んどく。お前何を持ってんだ？なんだそれ？まあ、あんま重たくないけど、噛まんでも。大丈夫ですね。昨日噛んでなかったけど飛んでったんよ。悲しい。全部のあれなくなったの。全滅よ。残ったのかな。あんまなかった。なんだろうな、この天気。何これ？なんか釣れた。なんかが釣れたな、これ。何これ？シログチという魚が釣れました。
じゃん。なんかあれ撮ってくれました。この前のよりでかいぞ。もうサイズアップしたね。うん。え、あれ何だっけ、ヒイラギってやつ。違う。アプリです。確認してみよう。うん。これで外せる。あ、どうやって外したの。あ、見て、そこが一番下の。え、だけどここは、これよ、これ。うん。あ、で、ここは一番下食べた。一番下食べちゃう。一番下食べるかどうかが試したかったの。ちゃんと食べたんや。一番下は体操のルー。どうやって外すん。顎に刺さっとよね。待って。ピッピッピッ。忘れた。また。疲れたよ。ひっくり返ったよ。生き返れ。生き返れ。よし、生き返った。すよ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 。同じ魚やね。うん。何でしょう。また釣れた。なんだこれ。こればっかや。同じの。同じの。同じの釣れた。ちょっと血出とうけど、生き返ってきた。クリーン、ほら。おお、元気。かしって、ピッてかぶしって。はい、今は帰宅中です。魚は5匹ぐらい釣れました。例のルアーで。例のルアーで釣れるのが実証されました。それ餌釣れつけるよね。なんかね、両隣はね、バンバン釣れたね。なんかカゴに餌入れて落としていく。まあその中で100均のルアーで釣れました。とても美味しかったです。魚の名前を調べるアプリが便利でした。こちらのアプリを使いました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も釣りを続けていく予定なので、また見に来てくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。